吉田さん、金は命より重い。それを証明するお話をまたする時が来てしまいました。まあといっても別に今日しなくてもいいんですけども、なんとなく思い出したんでね。まあいいのが、うちの大和くんって不妊治療で生まれてるんですよね。しかも結構高額な不妊治療まで進んだんですよ。で、一旦ね、こう支払いをいつものようにしようと思って、まあ高くても10万かからないだろうと思ったら、なんか45万ですみたいな会計があったりとか、36万ですってなかったりとかね、バンバンそういうのが続いたんですよ。さすがに懐に金がないから家に取りに帰って、でも次からね、100万円の束を財布に入れて、で持っていくようにしたんですよ。ガンガン金かかりますね。でもお金がないと一人の人生命が生まれてこなかったんだなと思ったら、いや金があってよかったなと思いましたよね、うん、今大和くん3歳ですけども、この3年間全てがなんかね、なかったのか、そしてこれからの数十年がなかったのかと思うと、お金のことで生命を諦めないといけない、出産を諦めないといけないって、まあ、ものすごく悲しいことだなと思いましたね、うん、で、それだけじゃないんですよ。で、不妊治療っていきなり明日の何時から病院来れるっていうのが続出するんですよ。で、私は特にね、フリータイムばっかりなんで全然行けましたけども、これ会社勤めされてる方とか、ちょくちょく緊急で会社休むようになるんですよね。さすがにいつまでも緊急休日の許可取れないと思いますし、ちょっと昼に抜けてってこともできないと思いますし、すごいなと思いましたね。これだから時間が自由でお金がそこそこないと、1年とも2年ともね、もっと言ったら3年5年かかる場合もあるんですよね。いつ終わるか分かんない不妊治療に取り組めないですよね。今回不妊治療は保険適用になったんですけども、菅総理のおかげで。でもお金の問題だけでは取り組めない人も多いだろうなと思います。女性の母体の負担ってのもありますからね。それからもしかしたら不妊治療に対するちょっとこうあんまり人に話せないような心理的な負担もあったりするんじゃないかなと思いますよね。その中で最も簡単なのが金の問題なんですよ。お金稼いだら終わりなんで。でも他の問題って、例えば急に仕事が休めるかって言ったらなかなか難しかったりとか、不妊治療やってることがね、人にバレたくないみたいなことがあったりとかしたら、それも負担になりますし、あとはやっぱりこう何度も何度も母体をね、検査とかにさらされるんで、もうそれが嫌になっちゃったり、ストレスになったりする人もいたりでね、あとなかなか生まれないから、もうなんか夫婦で疲れちゃう場合もあるんですよね。例えば不妊治療を繰り返していくと費用がどんどんかかるわけですよ。さすがにもうお父さんのお金じゃ足りなくなってきて、親戚縁者に借りるようになったりとかね、でどこまでかかるか分かんないから、恐ろしい底なし沼みたいになるんですよね。そういうのもあったりとか、本当なんかね、私の場合は奇跡っていうかラッキーだったですよ。本当に何の心配もなく、お金も時間も詰めたんでよかったし、まあ、時間があるから、まあ、奥さんがね、不妊治療に直接こうさらされるわけですけども、気分転換のなんかね、旅行とかね、気分転換のグルメとか温泉とかいくらでもできたんで、そういう意味で言うと産婦人科行って用事が済んだ後はもうずっとね、楽しい時間を過ごすみたいな感じで、結構不妊治療に当たる日ってのは楽しい日みたいになんかすることができたんで、それも良かったかなと思いますよね。でも大抵はこうはいかないんで、本当になんかすごい、まあ、大変だなと。でお金以外の問題が多分解決がすごく難しいんだろうなっていうのを感じましたね。お金の問題が何とかなっても他の問題がもう何とかできないみたいなところがすごく壁になるんだろうなと思いました、うん、そんなことを思い出してちょっと話しちゃいましたね。いらっしゃい。